ンバスに踊る鮮やかな虹色。2006年3月前衛芸術家アイオーさんの回顧展虹の彼方には、福井市にある福井県立美術館で開催されました。この回顧展では美術作品だけではなく、アイオーさんの芸術活動の中でも重要な部分を占めるイベント、あるいはパフォーマンスと呼ばれる作品も公開されました。1958年、ニューヨークに渡って以来およそ半世紀、日本の前衛芸術の先駆けとして世界を舞台に活動してきたアイオーさん。自らの創作活動についてこう語ります。素晴らしい偉大な永遠の芸術の壁にかかるようなものを作るの興味ないんですよね。だから要するに、まあ、仕事をしてて、絵を描いても何度も仕事をしてるけども、それがどういうことか、それが完結の状態じゃないんです。それが入り口なんですね。でその果てはどうなるかが問題なんで、それが知りたいんで、まあ、絵を描いたり版画を作ったりパフォーマンスしたりということなんだと思うんですね。福井フルクサス、これが2日間にわたって催されたイベントです。フルクサスとは流れる、下剤をかけるなどの意味を持つラテン語で、1960年代にニューヨークで組織された前衛芸術集団。アイオーさんはその中心的なメンバーとして今日まで活動してきたのです。今回のイベントにはフルクサスの早々期のメンバー、ベン・パターソンさん、そしてその第二世代に属するユーゲン・オーブリヒさんが来日参加しました。ユーゲンさんも同じく、今日のためにドイツから、お越しいただきました。それから、おなじみ のアイオ先生。日本人のパフォーマーを加えてイベントの始まりです。線を描き、それに従え。イベントは前衛音楽家として世界的に知られるラモンテ・ヤングの作品から始まりました。フルクサスのイベントはスコア、楽譜と呼ばれる作者自身が書いたコンセプトとその手法が残されており、それを演奏者と呼ばれるパフォーマーがそれぞれの解釈を交えて再演することが許されています。美術館の床に引かれる一本の線、観客はその線に従い館内を歩いていきます。このパフォーマンスの主題は壁に飾られた作品を鑑賞することではなく、あくまでも線に従って歩くこと。それによってパフォーマーと観客が従来の美術の枠では捉えることのできない行為を媒介にして新しい芸術領域を作り出すことにあります。茨城県行方市にあるアイオーさんのロフト。ニューヨーク、東京と並ぶ拠点の一つです。
の書いた最初の本ですね。こういうのをエンバイロメントって言ったんですよね。エンバイロメントのハプニングと両方あったの。これはハプニングで、僕なんかイベントっていう言葉を使ったんだけども、アセンブレージ、アセンブレージ、エンバイロメントとハプニングですね。で、僕なんてなんかイベントで、ハプニングってのは一回こっきりなんですよね。これなんか有名なやつです。ワードっていうんですか、カプローの。このエンバイロメントですよね。言葉が方々 あったり、みんなが来て貼り付けたり、自分ね勝手に貼ったりする、ね。これはカプローのパフォーマンスですね。あのハプニングって言うんだけども、これラモンテヤングですね。はいはい。僕も手伝ったんですよ、どっかで。60年代初頭、それまでの芸術の概念を打ち破った新たな表現が世界各地で生まれ始めました。アイウォーさんはリトアニア人デザイナージョージ・マチューナスが組織したフルクサスに参加。世界中から集まったアーティストたちとパフォーマンスを繰り広げます。フルクサスは一度しか存在しないハプニングの概念を発展させ、コンセプトが指示されたスコアをもとに何度でも演奏できるイベントを生み出しました。イベントの2日前、アイオーさんを中心にその準備が行われました。これはね、あの看板つくんです。あのなんとの、あのあれですよ、あのプログラムのいわゆる何ですか、落語家がこうめくるでしょ、あれです、めくりで、彼たちはねコンピューターでやるって言うの、俺は反対だって言って手で書くって。ただ これは頭にしようと思うんで、こうやってね、あそういう、それで釘を打って、うんうん、両方釘を打って、あそういうこと、それでもう止めちゃって作っちゃうということです。突発的な事象に重きを置くハプニングと異なり、スコアがあればいつどこででも演奏可能なフルクサスのイベント。それはフルクサスの存在そのものが美術史に組み込まれつつある現在、世界各地で演奏される機会が増えてきています。カウンティングミシンってはさ、いか何十何円何銭ってこう入れていくわけよ。参加している若手パフォーマーとの間に何やら議論が始まりました。これは何も、これの次にこれは来なきゃいけないっていう必要はないんだよね。うん、いや、ただ演習率だから演習率に合わせて一応作ったんですよ。ああ、でも、ね、そういう必要はないんだよね。そうなの？うん。いや、いいんですよ。アイゴさんがいいって言うなら僕はもう全然 OK です。いや、だからそれはどうでもいいんですよ。問題はウルベットで自分フルクサスの主催者、ジョージ・マチューナスのスコア、アドリアのオリベッティに捧ぐで使われる数字が並んだ紙。出てきた時に自分の持ってる紙でやるわけだから。うん。ここちょっと長くなってさ、このぐらいで、と。イベントで使われる紙と、そこに書かれている数字のことで問題があるようです。そこで紙の大きさが修正されます。つけていただきたいんだけども、60年代のフルクサスのイベントを生では知らないという第二世代の有限オーブリッヒさん、今回のイベントにかける思いもひとしおです。こちらはオリジナルメンバーのベン・パターソンさん。This is here. 本来来日する予定でしたが、病気で来られなくなった。やはりオリジナルメンバーのエメット・ウィリアムズさんに代わって来日しました。エメットさんのスコア、オペラの台本作りに熱が入ります。このイベントでは、英語と日本語で交わされる
男性と女性の会話が重要な要素となります。指さされる数字、男女の会話の間に鳴らされる鐘の音の回数を示します。一体どんなパフォーマンスなのでしょうか。We sit in a row like this, and then I can just. What do you do? We make squares around it, so I know which square you're going. Yeah, which square? Yeah, you know, well, we'll make it larger. A little bigger, you know, yeah, and because you have the square, you know. Yeah. Sometimes you go like here, yeah, you know, then I don't know. Yeah. Or the one whoever does this, you know? Yeah. Make squares and the number inside, so you hit the squares. Yeah. 会場にあふれるジョージ・マチューナス。アリソン・ノールズの引きずりという作品です。パフォーマーと参加者は一列に並んでムカデのように歩くことで次第次第に前衛芸術を体感します。今回のイベントには地元福井だけではなく東京からも多くの参加者が集まりました。彼らを乗せたバスが向かったところは福井県大野市、福井市近郊の山あいの城下町です。うわすごい、はあ、お祭り。ここでの最初のパフォーマンスはフィリップコーナーの一度つく。アメリカの現代美術には西洋の合理主義的思想を超えた世界を持つ日本の禅が大きな影響を与えたと言われています。お寺の中で行われるパフォーマンス、そこには愛王さんのある思いが込められていました。作品はこのヘメット・ウィリアムスの創世記による愛王の画帝という題名なんですけども、長く信仰を温め盟友ともいえるエメット・ウィリアムズさんは今回のイベントに参加する予定でしたが大病を患い来日できなくなりました。エメットがあの創世あの旧約聖書の創世記から取った言葉、最初の言葉ですね、それによって作った彼の作品があるんですけども、そのルールにのっとって僕は画帝というもので、同じに2人でいつもこのなんでこんなことやるかというと、僕はエメットは2週間であの世に行くと言ったんですね。だもんでそれじゃあメモリアルにその画帝をやろうかなと思っていたんですけども、ところが生き返ったんで パイクがこの間亡くなったんで代わりにパイクのためにやります。ナムジュン・パイクさんは愛王さんの親友とも言うべきアーティストでしたが、このイベントの一月ほど前に訃報が届きました。大丈夫です。あ、大丈夫、もう大丈夫です。あ、
愛王さんは旧約聖書をある法則に沿って読み、ろうそくを灯していくというスコアをお経に変え、ろうそくの火を消していくことでナムジュンパイクさんに追悼の念を捧げました。ガエボデイ、山あいの名刹で繰り広げられる前衛芸術、参加者たちはどんなことを感じたのでしょうか。まあ、私はね、こう書いた作品とかより、その最初の頃のフルクサスの頃のハプニングのようなものが好きなんですよ。まあ、当時はハプニング言ってたんです。ハプニングイベント、今パフォーマンスとか言ってますけど、そういうのが好きなんで、まあなんか単純に楽しいし、なんかあんま深く考えなくて、なんかまあなんか日常的なことになんか意味を見出して、なんか自分がそういう風に楽しんだりとか人に楽しませればまあいいんじゃないかなっていう感じなのかなとは思うんですけど。続いてこれもエメット・ウィリアムズさんの作品、オペラ。Where he placed it without spilling a drop of its efficacy, plop in the middle of a folded Kleenex. He sprang out of bed. 茨城のロフトで台本が作られていた作品です。He fled to the end of the hall where the young woman lived and entered without knocking. Wake up! Up! He implored.Her left eye open, then the right. こんなとんでもない時間に何してほしいの? You must your 叩かれる鐘の数は多い時で176回もあります。ところで、あなたが誰だか知らないんですけど。タンWill die. Whom What? Do I? ちょっと落ち着いてよ。かわいそうね。何取ってほしいの? It. 下しか見えないわよ。今見えるのは下だけ。Couldn't.Care less. You have パフォーマンスに引き込まれながらも、ふと眠気が参加者たちを襲います。But unless.You help日常が芸術へと変換されていきます。実はこのパフォーマンス、退屈を主題にした作品でした。60年代の現代美術は人々の心の中にある退屈までもテーマにしていたのです。Wonderfully boring, and I think people often fell asleep between one word and the next word, which would be 2 minutes later. It's very interesting, I think, because
in the 60s and the 70s and the 80s even. Now I'm more or less into the early 90s. Fluxus, if it happened anywhere, was always in the major centers in like Berlin or New York, or a little bit in Paris and a little bit in Milan, but and of course a little in Tokyo too. And now, more or less since the end of the 90s and beginning of the 2000s, somehow or other it starts to spread into the provinces, so to speak. And I think that's a very interesting development. It means there's a broader acceptance of Fluxus and a greater curiosity also, I think. Yeah. And not, it probably also means that in general audiences are more open to experimental work than they were 50 years ago. これは1960年代初頭に発刊された古草新聞と呼ばれた刊行物です。そこにはさまざまなイベントの告知が記されています。当時ニューヨークは世界中から先鋭的な芸術家が集まり、パリに代わる新しい芸術の都として注目されていました。キャナルストリート359番地、ジョージ・マチューナスを中心としたフルクサスのメンバーたちはこのビルを拠点に前衛芸術運動を繰り広げました。巻き込み展開するハプニング、イベント、パフォーマンスと呼ばれる芸術表現にとって路上は格好の劇場でした。これは芸術はエゴだという言葉で知られるフランスを代表するアーティストベン・ボーティエの若き日のパフォーマンスです。こちらはアリソン・ノールズのビーンズサウンド。袋の中に入れられた豆が音楽を奏でます。クリーニングイベント、ニューヨークの中心街にあるグランドアーミープラザ前の路上を清掃するというこのイベントは、赤瀬川源平さんたちが主催していた日本の前衛芸術集団ハイレッドセンターとの連携で行われました。道行く人々を巻き込むことで成立する芸術、こうしたイベントは行為を抽象化し、日常的な自意識を捨て去ることに意味があったといいます。行ってください。下オペラ。福井県大野市の路上、イベントは続いています。エメット・ウィリアムズのオペラが
今度は男性のセリフが日本語、女性のセリフが英語に置き換えられて演奏されます。想像力で作ったかのようにです。そいつは汗ばんでいたので男は人差し指で拭いてやります。あ、大変、丸いやつが取れちゃった。何もおかしなことはありません。古い城下町にパフォーマンスの声と鐘の音が響きます。起きて、おお、で、知っていること。舞台を路上に移し、町の人々を巻き込むことでパフォーマンスは新たな局面を迎えたようです。 Did you say the dots fell off? さあ、いい、のー、ケーキを数ミリの狂いもなく切り分けるというスコア、このパフォーマンスにはある意味が含まれていました。エメットの81のバースデーのケーキカットです。バースデーケーキを切るという日常的な行為がアートとして表現されました。It's got a lot to do with playing. It's got to do with your all-day life and doing simple actions, but in a different situation or with a different background. So you take it out of the normal situation, you place it somewhere else, and it's got a totally different, very playful character. Whatever you do, you can enjoy it. フルクサスのイベントの真髄が少しでもお分かりいただけたでしょうか。福井フルクサス2日目は県立美術館のホールで開かれました。アルファベットマンダラ、アイオーさんの手書きのプログラムにあるように、この日は A から Z まで26のパフォーマンスが上演されました。Think of number six. 数字の6について考える。Bark like dog. 犬のように吠える。前衛芸術なるものに最初は戸惑いを見せていた観客たちも、その世界の中に自らを解き放ち始めました。D.I've been working
long railroad road all the way to Monday.塩見美恵子さん、この女性もまた60年代初頭ニューヨークでフルクサスに参加した日本人アーティストの一人です。塩見さんのスコアが収められた箱、かつてフルクサスショップで売られたものです。塩見さんは帰国後も40年にわたって自らのパフォーマンスを続けてきました。最近は美術大学の講師に招かれ、若い世代にフルクサスとはどんなものかを教える機会が増えています。フルクサスのパフォーマンスというのは誰にでもできる簡単なことです。でそれによってこう何かを表現しようとしたり熱演して観客に何かを訴えようというような性質のものではありません。ですから演奏する時の心構えとしてはむしろ虚心坦懐にといいますか、白紙の心で、自分がやると決めたことを集中して行っていただければいいんです。友人の山小屋を訪れていたアレン・ギンズバーグは石油ランプに照らされたテーブルのあたりを見回した後、わずかな量の白い食塩を床の上に振り落とした。フルクサスが活躍していた時代を全く知らない若い世代によって塩見さんのスコアが演奏されます。猫ははじめ足でぶら下がっていたが、落ちた時には不器用な格好ながらちゃんと足から着地した。8月31日午後12時、イギリスのリーズに住むロビン・ペイジはリッチハウスの芝生の片隅にある白い椅子に
携帯用のロイヤルタイプライターを載せ、その上にろうそくを灯した。そして椅子の前の草むらにはクッションを置いた。3、2、1、0という声でロビン・ページはタイプライターでスペシャルポエムナンバー3という言葉を打ち始めた。そうすると紐はぐいぐいと引っ張られ、チャットバリーの地球儀はグラグラするスタンドからついに転がり落ちて地球に激突した。フルクサスはね、確かに60年代では前衛でした、うん、まあ前衛というのは矢面に立って一番先頭に立って進む人たちのことですよね。で、まあ、芸術の場合は矢面に立つと言いましても、それは実は過去なんですね。過去であり現在の体制なんですね。未来はまだないわけですから。で、そうした過去なり現在の体制に対して、これは何かおかしいぞっていう人間の本能的な感ですね。このままではいけないっていう意思の危機感を感じるわけですね。で、それをじゃあどうするかとなると、やはり壊すわけです。壊して全然違うものを始めるわけですね。ですから、そういう意味ではフルクサスは明らかに前衛でした。私たちも前衛という意識はありましたし、前衛音楽という言葉を好んで使っていました。今回のイベントのためにドイツからやってきた有限オーブリッヒさんのパフォーマンスです。
かつてアリソン・ノールズがニューヨーク双方の一角で演じたスコアです。カーネギーリサイタルホールで演奏されたこともある愛王さん自身の作品です。もともと古臭さはおかしいもんなんですよね。ファニエスト・イズ・ベストっていう古臭さの定義が、僕がね、シルバーマンっていうコレクターが、ね、いるんですけど、彼が1000ドル払うからね、何時か1行ね、古臭さの定義を送ってくれって言うんで、僕はファニエスト・イズ・ベストっていう送った。で、1000ドルもらったんで喜んじゃう。フルクサスの主催者であったジョージ・マチューナスの作品。フルクサスを代表するパフォーマンスとして、さまざまな場所で演奏されてきました。And you see the title is Exchange. タイトルは交換。So, ですから、You should exchange a piece of clothing with your neighbor, please. あなた方の隣に座っている人たちと、衣服を交換してください。Do it now. 今やってください。現在はドイツで活動する日本人アーティスト、斉藤貴子さんの作品です。
前脱ぎしてきよう。背がいい、こうしてもいいって言ってたから。5、6分休憩します。その間に上着を取り戻してください。アイオーさんの彫刻作品バンザイピースに観客の手でお米の食事が与えられます。ベンボーティエアップル。フランス美術界を代表する存在ベン・ボーティエのスコアです。東京大学美学美術史学科を卒業した韓国人アーティストナムジュン・パイクの作品。ビートルズのジョン・レノンとの結婚であまりにも有名な小野洋子さんの古臭す時代のスコアです。
日間にわたって繰り広げられた前衛芸術のイベント福井フルクサスが終わりを迎えました。ベン・パターソンさん、今日はこのパフォーマンスのためにドイツから、お越しいただきました。ありがとうございます。それからお隣、塩見美恵子さん、それから、愛用さんです、それから、有限大振木さん、18世紀の哲学者カントは芸術に対して戯れという言葉を使いました。20世紀マルセル・デュシャンが芸術と非芸術のヒエラルキーを揺るがして以来、その概念は新たな領域に踏み込んだと言われます。60年代初頭の結成からおよそ半世紀、フルクサスの芸術運動は時代に呼応しながら生き続けていくようです。